おはようございます。ようこそお越しくださいました。ゆっくりハムスターのきなりです。今日も占っていきます。少しでもあなた様の一日のアドバイス、きっかけになれば幸いです。それでは早速行ってみましょう。まずはラッキーナンバーとラッキーカラーを出していきます。ラッキーナンバーとラッキーカラーは占い中、僕の上に表示されてます。サイコロの出目がナンバーサイコロが転げた先の色がカラーです。本日のラッキーカラーはオレンジ、ラッキーナンバーは4です。それでは続きましてタロットカードで占っていきます。シャッフルして2枚のカードを出しています。どちらか選んでいただいてもいいですし、両方の結果の複合でも OK です。アルケミアタロットカードを使っていきます。どちらか選ばれる場合は決めてください。約10秒間お取りしました。進めていきます。まず1枚目めくります。カップの7の正位置が出ました。夢に酔いしれて迷う。あれもこれもと欲しがる、夢見がちな状態です。すぐには手が届かない、一生手にすることができないような夢を抱いたり、様々な欲望が湧き起こっています。どれが本当の欲求なのかわからないまま、根拠のないプランを考えたり、一攫千金的なチャンスを夢見ています。自分が本当に望んでいるものがわからず、動き出せないことを暗示します。現状を変えたい、変化したいという欲求の表れです。非現実的で浅はかな夢だと切り捨てず、漠然とした願望や、心を湧き立たせるような可能性を信じることが大切です。誰かに話したら一生に付されてしまう夢だとしても、あなた様を駆り立てるものがあるなら、今後の重要なエネルギーの源になる可能性があります。想像力やインスピレーションが高まっている時ですから、感じ取ったことをメモしておくと後々役立つでしょう。無茶なプランを立てて仕事を進めようとしたり、勢いのままに計画性なく進めた結果、採算が合わないなど、現実的な問題が起きるとも解釈できます。原因は一重に、計画性のなさや、現実を見ない理想主義的な考え方を持ち、地に足がついていないことから来ています。理想や口先ばかりが先行して、歯車が合わず、何も物事が進みません。カップの7の正位置の意味は気の迷い、手広くやろうとして失敗する。強欲、無双、空想、想像にとらわれる、理想に溺れる、恋に溺れる、経済力重視。2枚目めくっていきます。ワンドの5の正位置が出ました。切磋琢磨しながら奮闘する。あなた様の理想や夢がさらに進化発展し、実現に近づいていくでしょう。今まで漠然としていたあなた様の夢が、現実的な形へ変わっていきます。周囲の人々と目標に向かって切磋琢磨することで、大きな成長が望めます。他人の意見を積極的に取り入れながら、目標達成に向けて行動してみてください。本音で会話することを意識したい時です。あなた様の心をさらけ出すことで、相手との距離がさらに縮まりやすくなります。素直なあなた様に、お相手は大きな魅力を感じるはずです。また信念が試される時です。混乱した状況や対立に巻き込まれたり、予想外の事態に振り回されて、全てを投げ出したい心理に陥るかもしれません。物事の成功や改善に向けて、たゆまぬ努力をしてきたあなた様にとっては、理不尽に感じる状況に追い込まれるかもしれませんが、諦めないで。たとえ状況的に不利で、困難極まる状態でも、引き下がってはいけません。正しいと思うなら、反対を押し切ってでも進めましょう。少し時間がかかるかもしれませんが、
要な助けや富は必ず訪れます。理想の追求のために、思い切った自己改革が求められることもあります。ワンドノボの聖域の意味は革新、変革、絶好のチャンス、対立や葛藤。信用、情熱が試される、略奪愛、創造し、口論すいる、共通の目的を達成する。本日の占いは以上になります。少しでもあなた様のお役に立てれば幸いです。気に入っていただけましたらチャンネル登録・高評価をよろしくお願いします。ぜひまたお越しくださいね。最後までご視聴ありがとうございます。